埼玉新都心バスターミナル地図埼玉新都心バスターミナルは埼玉県埼玉市大宮区北袋町一丁目にあるバスターミナルである埼玉新都心東側地区の南側に位置しかつて存在した三菱マテリアル総合研究所の跡地の一部にあたる埼玉市大宮区北袋町一丁目六百三番地一二千二十年六月時点埼玉県最大の 駅である大宮駅周辺は長距離バスが多数乗り入れているものの停留所が点在して分かりづらくバス車両による路上の占有や利用者による歩道の混雑が問題になっていた埼玉市はこれらを解消するとともに2020年に予定されていた2020年東京オリンピックの会場間輸送拠点としてバスターミナルを建設することとした 今回開設した施設は仮設の位置づけであり、今後、本設施設の建設を検討する。一方で、用地は、将来の埼玉市役所本庁舎の移転候補地とされていたが、2021年2月、市長の清水隼人は、2031年をめどに、当地への移転を目指すことを表明した。建設されることが決定した場合、本庁舎を民間施設も入居する。 官民複合ビルとして検討しており、バスターミナルの機能はそのまま残し、埼玉新都心駅とも歩行者デッキで接続する方針である。ありがとうございます。